はいえー、こんにちは、ルノサラです。えっ、ー、と、コンピューターネタでもう一つお送りいたします。えっ、ー、とね今朝あの、えー、今朝、今日か、今日ね、えっ、ー、とあのあの、ジェフリーさんから、えー、こんな配信で、あの、えー、動画配信されてるっていうご連絡があって、えー、興味深かったんで、えー、皆さんにあのご紹介したいと思います。あの えー、ページはあのリンク先貼っときますんであので、ぜひご覧になってください。えー、かなりあの切実な問題ですよね、あのー。お給与の水準ですが、あアメリカのフェイスブックだとか、マイクロソフトだとか、まあ、ああいうところに行くともう結局高いよね。2、3000もくれるのかなわかんないけど。<laughs> もう桁違いですわね。で、一方でね、 まあ、すみませんあの、ここから先はい,いろいろ右障りの悪いことがご部屋あったらお許しをいただきたいんですけど、日本の、えー、エンジニア、ソフトウェアエンジニアの方の給与水準っていうのが、この間 YouTube で見ててびっくりしたんですけど、とても低いんですね。えー、で、あれだと、大変申し訳ないんですけど、 これだと自分に子供がいても高等教育大学大学院を送り出してるのは無理だろうなっていう感じですよね。東京に住んでて、えー、年収400万とか450万ではとてもとてもやっていけないですね。友働きでも やっとかなみたいな感じがするのですけどもソフトウェアエンジニアっていうのはかなり難しいことをやってるはずなんですけどね昔は結構もらったはずなんですよねあの銀行系のねソフトウェアエンジニアの人はね一回私仕事であのお手伝いしたことありますけど、ね、たっぷりもらってました1000万以上もらってますよなんで最近特にウェブエンジニアっていうのは本当なんでそんな安いのかねみたいなあの感じでね それで,、えーであのまあ、ジェフリーさんはいろいろとあの思うところ解説なさってますけども私はね、思うにねあのプラットフォームをアメリカの企業に全部抑えられちゃってるからだと私は思ってます、えー、と例えばあの言語処理系の、まあ、今よく使われてる Python だとかあアメリカですよねグ、えーグルでしたっけ、えー、それからなんだ 人工知能 AI で使われるえっ、ー、とテンソルフォーなんかもアメリカですよね。えーまあ、その他あの C、C++ だとか、まあ、あの主要な言語というのはみんなアメリカ発で、えー、アメリカが主導権を握っています。でやっぱりプラットフォームを、ね、握ったところというのは強いですよ。えーまあ、ソフトウェアに限らずですね、あの物流の何ていうのかの amazon なんかやっぱ圧倒的に強いですよね。日本のヤマトとか佐川とかだいぶなんかこう圧倒されてるんじゃないかと思うんですけれども世界を股にかけてのプラットフォームを抑さえちまったらもっと強いですよ。facebook もそうですよね。世界を股にかけてこうみんなこう一つのプラットフォームの中に。あの 入っってしまったらもう最強ですよそれはもうたっぷり収入入ってきますから給料いっぱい払えてそしたらまあすます全世界から優秀な人間がどんどん集まってきて優秀なソフトウェアが開発されますんでプラスの,あのサイクルになっていくんですけれどもなんかあれですってね日本のソフトウェアとある社長さん聞いたんですけども日本のソフトウェア業界っていうのはもう一昔前のあの土建業界の,あのピラミッド以上ですって言うんですね。 ピラミッドもう勘違いのピラミッド組織になってて上流やそこそこいい金額であの仕事流れてくるんだけども仮想に行くともうほとんど利益いいとかみんな持っていられててあの本当長時間労働低賃金を強いられるんだなって話を聞きましたけれどもねえ要するにあれで主導権というのはプラットフォームを抑えることじゃないでしょうかなとか私素人ながら思うんですよね。それで まあ唯一あれですよね、言語処理系関係だとルビーですよね。えっ、ー、と、松本さんのあれはすごいなと思います。日本、唯一日本初で言語処理系で世界的に使われてるのってのは r u ぐらいじゃないかと思うんです。残念ながらね、ISO、ISRISP、ISO のあのリスプはですね、あれはあ伊藤先生などの日本、 のあのあ研究者の方々の発音をベースになって制定されたものなんですけどもあんまり普及しなくてねやっぱ相変わらずあのアメリカ製のコモンリスプとかの世界なんですけどもうんねえちょっと頑張って松本さん見習ってなんかこう日本人がもうちょっとプラットフォームをこう。あの なんていうのシェア取っていくってことしないといつまでもいつまでもなんかこうんて低賃金を強いられるんじゃないかななんていうふうに、えー、思いますねただその道具を使ってるだけだとやっぱり作ってる側の方みんな <laughs> 持ってかれますよサブスあれてしまいますよねえー、リ,リスプ世界もなまあコモリスプは言う言う言う 悪いとは思いませんけれども、なんかアメリカ戦にみんななんかこう、プラットフォームをされてしまってて、いい,い,いの大丈夫ですかみたいな感じはしますね。はい、すみません。まあ、いろいろと、あの、身寄りの悪いことだとか、ご変なることを言って、えー、いたかもしれません。どうぞお許しを、えー、いただきたいと思います。はい、それではまたお会いしましょう。